これから7回ジャイアンツの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。勝野が予定通りマウンドに上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターは中田。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ドラゴンズリードで迎える7回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあこの点数だとまだ見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。打席には1番バッター小林。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。ここはフライになっています。龍掴んで2アウト。バッターボックスには代打の大城。2アウトになっています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。この球は外れています。改めてお聞きします。バッターの大城、どういったタイプのバッターでしょうか。3球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ビシエド、ジャンプ1番よく取りました。ファインプレイ。見事なジャンピングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやー、この反応が素晴らしいですね。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。吉川がインサイド打ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は2番坂本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。勝野、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振り三振。打席には3番バッター丸。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。次が4球目。高めギリギリです。ツーボールツーストライクです。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。